東急デ波200系電車、東急デ波200系電車、東急デ波200型電車は、東京急行電鉄玉川線、玉電に在籍していた電車、路面電車車両。設計時点での最新の技術を惜しみなく盛り込んだ、画期的な超低床構造の二車体連接車で、あったが、保守、運転ともに難があり、玉川線廃止とともに、全車廃車となった。 老朽化した木造車体を備えるで、波20型が未だ残存していた。1954年より製造が開始された東横線で波5000型において採用され実績の確認されたモノコック構造を特色とし、中空軸平行、カルダン駆動や HSC 発電ブレーキ連動電磁直通ブレーキなどを用した超低小構造かつ高加減速性能を備える、 高性能二車体連接車である。1955年、昭和30年に出派201から206の6、編成が、東急車両製造で製造された。長さ 1200mm、幅 2300mm の二車体を、連接台車で結合した連接車で、車体鋼材は高校長旅行を使用、旧、日本海軍の航空機技術を応用した。 モノコック構造及びボディマウント構造を採取自長22トンと大幅な軽量化を実現した。構造面では前年に登場したト横専用でハゴ線型よりも徹底した航空機に近い乱形断面を採用している。超低床車両となったが卵型断面で扉部床面とホームの間が大きく開いていたため空気シリンダーによって展開される。 可動式のドアステップを設置した。前面は出ハ5000型と同様、国鉄80系電車の影響を受けた2枚、窓流線型デザインで、屋根中央に全小灯1灯、車体用部に微灯を左右に振り分けて2灯、屋根左右に標識灯を左右に振り分けて2灯、それぞれ搭載する。屋根は工実する、第2車体の抵抗器搭載などの必要もあって、 車体の構造強度を負担する、下屋根と外見を保ちパンタグラフ保持などの役割も果たす上、屋根の二重屋根構造となっている。窓配置は2車体の両側面ともに順に1 d 1 1D1D211、D、片開け客用扉、D、両開脚用扉、数字、側窓数、飛ぶ窓と、各車体で左右非対称配置となっている。 この配置は、開口部の寸法が大きく強度計算上不利な要素である扉部が、荷重負担の大きな台車新皿を、指示ずるおうと重ならない位置関係となるように、配慮したことに由来する。側窓は、戸袋窓と運転台側面の三角窓を除き二段上昇式で、保護棒を下段に備える。側窓は、開口部寸法が高さ900 m、mm、m 幅1000 m、mm、m で、 客用扉は、運転台背後の肩回避が幅 1060mm、それ以外の両回避が幅 1420mm で、ある。座席はすべてロングシートで、運転台と反対側の前面窓まで客席が伸びた、いわゆる片隅運転台式のレイアウトを採用している。内装には、メラミン樹脂化粧板を採用、蛍光筋製金具の採用と合わせて、 内装の無塗装化が実現している。換気装置としては、各車体天井に4箇所ずつ、軸流送風機、ファンデリアを設置する。通風機は、第一車体については、下屋根と上屋根の間にルーバーを設けて、これを用い、第二車体については、同じ場所に抵抗器を置いて、ルーバーを、その放熱に用いることから、ベッド上屋根上がりに、薄型の通風機を6箇所設置する。 塗装は、ライトグリーンを基調として創下部をクリームに塗り分けた、ツートンカラーである。車輪径は 510mm で、東急車両製造横浜製作所が前身である、海軍工廠から承継した、鋳造設備を利用して製造した、特殊中工による一体鋳造車輪を採用する。また台車も、東急車両製造製で、 両端の動力台車は二軸ボギー式の t s 3 0に、中央の連接台車はリンクによる操打装置を持つ一軸台車の TS-501 をそれぞれ装着する。いずれも 1372mm 期間で車輪のバックゲージが大きいことを利して、インサイドフレーム構造を採用、トランサムを光合成として、端張りを省略するなど軽量化を徹底させており、 車体のみならず、足回りにおいても不要な税肉を徹底して落とす、航空機設計技術の手法を垣間見ることができる。TS-302 の軸箱指示機構は、軸箱上部に圧縮方向に作用するゴムブロックを置き前後から、先端方向に作用するゴムブロックで挟んで3方にゴムを置いた、側枠干渉ゴム式台車の先駆けとなるシンプルな機構が採用され、 デハ5000系の TS-301 と同様枕バネには複列コイルバネを置きその横防性による復元力を利用することでした揺れ枕と釣りリンクを廃止した TS-501 では台車枠と車体側心皿フレーム一組の間をコイルバネで指示し2車体それぞれの心皿フレームと台車枠の間に2本ずつリンクを連結その案内により 車軸が常に曲線中心方向へ行く操打機構を開発、搭載している。また、この台車により床面高さ 590mm という超低床構造を実現した。なお、この一軸連接台車がスペインの当時最新鋭であった低重心高速客車タルゴを連想させたことで鉄道愛好者からタルゴという愛称も生まれている。制御機は 電動カム軸式抵抗制御機である三菱電機 AB-54 から 6MBD を搭載する。東急の車両で三菱電機製の制御装置を採用したのは本形式が初である。この制御機は主電動機電流量を監視して下限である限り流地に達したところで動作するリミッタリレーとその指令に従って主回路の切り替えスイッチをオンオフする。 カム軸を回転させパイロットモーターを組み合わせることで自動的かつ段階的に主回路を指令段数まで診断させる自動加速制御機構を搭載しており、これは多摩川線向けでは最初で最後の採用例となりま。この制御機はさらに乗客数に応じて主電動機の限り流地を自動可変させることで加速度を制御する大荷重装置を備え、 また加速をスムーズにするために打行中4機の種、電動機のうち、第3、電動機を蓄電池からの給電でた、0時発電機として機能させ、第1.2電動機との間に交差電流を生じさせて、磁気回路に予備レージを行うことで打行状態から立行状態へのモード繊維のアイドタイムを短縮させるスポッティング、予備レージ制御を実装するなど、 設計当時最新の技術を網羅しつつ、ダウンサイジングを徹底して、自長を6 0 0ラムに収めた、精緻かつ巧妙な機構を備える。ノッチ段数は、立候4段、電製3段で立候は、内部的には20段で構成され、最大加速度は、時速2 6キロメートル S となる。なお、主電動機の制御に用いられる、抵抗器は、低照構造ゆえに床下に、 十分な搭載スペースが確保できず、パンタグラフを備えない渋谷より車体、第二車体の天井に搭載し、屋根側面にルーバーを設けて、自然通風冷却としている。そのため、雨天時には、第二車体のルーバーから、湯気が立ち上がるのが見えたという。主電動機は、計画段階で要求された、出力50馬力、低角速度時速 28km という条件から、 直流直巻式整流子電動機である東洋電気製造 TDK-827A が専用品として新規設計された。これは発電ブレーキの常用を前提として端子電圧を低く設定し、かつ高低角回転数とすることで磁気回路を縮小し小型軽量化を図った設計当時流行の高速カルダンモーターの典型例の図である。 本形式はこの電動機を前後の t s 3 0二台車に各2機ずつ搭載し、2機を直列で接続したものを2、群、永久並列接続する。駆動装置は直角カルダンを採用したレハ5000型とは異なり、たわみつぎ手を使用した中空軸平行カルダンであるが、主電動機の相下スペースと、主電動機直径の関係から、主電動機の小歯車と、 車輪の大歯車の間に遊び歯車を挿入している。そのため、波数比は13時37分64で4.92となる。ブレーキは設計当時最新の HSC 電磁直通ブレーキを採用し、主制御器による発電ブレーキを運転台のセリフラップ式ブレーキ弁で指令する設計となっている。電動台車では、 インサイドフレーム構造であることを生かし、側枠外側に基礎ブレーキ装置を外付けすることで、片押し式の踏み面ブレーキを搭載するが、連接台車では軽量化などを主目的として、自動車と同様の内広無式、ドラムブレーキを採用している。もっとも、実際のブレーキ動作においては、電動台車の発電ブレーキを常用し、これらの空気ブレーキの使用は、 最小限にとどめる設計となっている。なお、HSC ブレーキは、玉川専用の車両として初採用であるだけでなく、東急電鉄としても初採用の方式であった。竣工後、本形式は玉川線で運用を開始し、書籍などでは利用者から、ペコちゃん、藤川のマスコットキャラクターからのあだ名を付けられたとされることが多い。しかし個性的なやや下ぶくれで、 丸みの強い車体形状と緑を主体としたカラーリング、車外から見る本形式のローリングの強い走行の様子などから芋虫や芋ンなどのあだ名の方がより定着していたとみられる。自動扉や扇風機の設置が満足に行われず、そればかりか対正以来のオープンデッキ構造の木造車さえ未だ存在していた1950年代中盤の玉川線に 自動扉完備かつ強力な送風能力を備えるファンデリアを装備して投入された本形式の接客設備は乗客に強い印象を与え、特に校舎は夏場に好評であったとされる。また、沿線の子供たちからの人気も高く、二子玉川園に開設されていたプールの利用者を対象としたプール行き臨時電車には、もっぱら本形式が充当された。 こうして花々しいデビューを飾って、玉川線の看板電車となった本形式であるが、以下のように運転、星面等で様々な問題を抱えており、故障も少なからず発生していた。また、扉一型形式とは、全く異なっていたことからラッシュ時の運用になんが、あってその後は、増備されず、その頃すでに高速鉄道化計画が存在した、ことから、玉川線としての増備車は、 車体レイアウトやシステム的に、デハ80系以前の延長といえる、デハ150型となった。二車体連結、連接車ということもあって、1967年に合理化の一環として、連結二人乗り改造を施行したが、使用期間が短かったこともあって、他に大きな改造は施行していない。本形式については、 渋谷二子玉川沿岸の廃止後も存続が、決定された三軒茶屋市も、高井土管にも、入線可能で実際にも、同区間での運用実績があったが、特殊な車体構造で機器の保守に手間がかかることや、扉位置型形式とは全く異なり、整列乗車の点で問題があったことなどから廃車が、決定された。そのため、玉川線廃止直前の1969年1月から、 運用離脱及び除籍が開始され、同年5月10日、玉川線廃止時の最終電車に使用された車両を、最後に他社に譲渡されることもないまま、製造からわずか14年で全車両が廃車となっている。平洋軌道を付設していた国道246号の道路交通量の増加と、首都高速道路3号線の建設に伴う、用地提供の必要から、玉川線、 渋谷二子玉川沿館は廃止され、代替線を地下鉄方式で建設することとなり、この区間は1969年、昭和44年5月に廃止された。同区間の路線廃止後、本形式を含む世田谷線で使用しない車両は、他形式と共に、段急二子玉川駅構内に集められ、しばらく十1の後、上都や、 保存の対象から外された車両は、千葉県東植郡浦安町、現、浦安市の埋め立て地に陸掃した上で解体された。この際、トレーラーの荷台に積載するため、車体を横倒しにして運んだという。現地解体とならなかったのは、玉電との別れを惜しむ住民に対し、解体現場を見せない配慮であったと言われる。2006年現在、デハ2 0号が、玉川園、 現在は、平園、田園都市線高津駅前広場、高津に存在した旧電車とバスの博物館を経て、宮崎大駅に移転した電車とバスの博物館に保存展示してる。レハ206号も千葉県の田市の清水公園に保存していたが、後に後輩のため解体されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。